お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またね、ドラクエ続きやっていきたいと思います。またこの状態でいけんのかな。この状態でいけんの。え、この状態どこまでもいけんの。マジかマジか。この状態どこまでいけんもんね。次はね、あのデルカコスタチオにある旅立ちの祠へ向かうということでね、ちょっとこのまま行きましょう。あ、違う、あ、これあれでいけんのか。多分あの呪文でいけんのかな。リレミト、リレミト使えるか。あ、入り口いけんだこれで一気に。あ、そういうことか。よかった、これ覚えてて。損するとこだった。これこれでいきなりさ、いろいろ行っちゃうかと思ったら、行っちゃうっていうか、もういきなりこれでね、リレミト使わずに行くかと思ったら、よかったよかった、これ使えんだね。オッケーオッケー、これは嬉しいわ、これは嬉しいでござんす。はい、じゃあ行きましょう。そこの旅の祠ってとこにね、行きますよ、こっから。はいはい、どこにあるんだっけ。ぜ、どこにある、東にあるって言ったかな。東にある方向に行くかな、多分そんな感じかな。てか今馬んとこあったっけ。馬あったかな。呼び輪だっけ、あれあったかな。ちょっと見てなかったな、今ちゃんと見てなかったんですね。オッケーオッケー、これで、はいはい、デルカコスタ地方にある旅立ちの祠へ行きましょう。こっちかな、旅立ちの祠行きましょう。こっち行ってから右かな。いや、やっとこれでね、旅立ちの祠で、あ、でもないかな、もしかして。旅立ちの祠ってなんもない、もしかして。防具とか買いたいんですよね。防具とかを買いたいの。あ、こっち行くの、こっち行くのか。なんかピンクマークついてるけど、ピンクマークのとこ行くかな、先に。ちょっとそこ行こうか、一応。はい、これゲットしてから、コットン層。確かにここ行ってなかったんだよね、ここ。一応まだ行ってないところであって、ここなんかいるね、人が。人がいまして、釣りやってる人がいて、食べ立ちの祠、その立派なもんか知らねえが、古い祠がここから東に行ったところに一つあるぜ。オッケーね。はい、ナイスナイス。すごいなんかいいね、こいつのおじちゃん。食べ立ちの祠、オッケーオッケー。ここ入りたいの、俺は。あんたに話しかけたんじゃないっすよ。オッケー、これ壊せないの。あ、これ壊せないタイプ？壊せないタイプのやつか、こいつら。なんかないかな。なんもない。なんもないの。オッケーオッケー。1個あるだろ。1個あるだろ。オッケー、13ゴールド。いらねえね。なんもないじゃん。なんもないんかい、ここ。なんもないところなんてあるんかい。13ゴールドだけのために私はここに来たのか。いいよいいよ。こっちから、こっち側かな。オッケー、こっちの、どこだっけ？旅立ちのほら、行きましょう。こっちから出してるね。もう結構レベルアップしてるんで、多分レベルアップこれ以上しなくていいんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんですかね。まあちょっと楽しみですわ。こっち行って、こっちで合ってるよね、こっちで合ってるよね。またこれくぐんの、合ってるよね、方向、ここ合ってるよね。オッケーオッケー。旅立ちの祠はこっち行って、てかこの地図便利だな、本当に。細部まで見れるっていうね、すげえ便利な地図っすよね、本当に。すげえ細かいとこまである。うわ、すげえ綺麗なとこじゃん。マジか、出た、あのイーグルみたいなやつ。なんだっけ、あ、でも若干違うやつか。イーグルじゃないわ、あれ。イーグルじゃないけど、ちょっと若干似てるやつね。なんだこれ、あれじゃね、もしかしてボス戦みたいな感じか。あれか、出た出た、あいつか、あの騎士。あ、でも、あの、リーダー的な存在のやついるかな。あ、いたいた。こいつともし、いや、ボス戦みたいな感じかな。でも、またこいつ戦わない、さすがに。悪魔の子、悪魔の米、やめて、そういう呼び方。やめて、そういう。ここまで追ってくるとはな。追ってくるっていうか、たまたまこいつがいただけでしょ。追ってきたわけではないと思うけどね。こいつらを追ってここに来たっていうよりも、たまたま行ったとこで会ったっていう感じだから。ちょっと言葉間違ってるよ。オッケーオッケー。逃げるぞ。またアクション、アクション、またやんの、アクション。やだよ。またやんの、また逃げんの、やだよ。別にこれ面白くないからやめてよ、これ。自分で逃げるパターンのやつやめて。別に やんなくていいんだよ。あ、なんか馬じゃないやつ乗ってる、もしかして。あの左のやつ。なんか、あ、これ、あ、馬か、一応。てか、ファイナルファンタジーってさ、馬じゃないじゃないですか。あれいいっすよね、あれはあれで。なんか、馬っていう現実的なものもいいですけど、ファイナルファンタジーとか馬じゃなくて、なんか鳥みたいなやつだったり、変な形のやつだったりしてさ、それはそれでいいっすよね。やっぱそういうところがファンタジックじゃないんだよね。ある意味で。普通に現実的ではあるんだよね。何、何これ。オッケーオッケー、ナイスナイス。いいよ、アクション。すげえアクション。アクションゲーじゃん、完全に。すげえアクションの要素増えてますね、やっぱり。今回の11。じいさんからもらった石を出せ。オッケーオッケー。なに、どういうこと？石を出したらどうかなんの？なに、投げつけるのか、これを。相手に投げつけるタイプ。あ、これで一気に入るのか、旅の祠に。あ、これで入って、あいつらを締め出すみたいな感じか。オッケーオッケーオッケー。今のなんか、一部画質荒かったな、なんか。画質が結構荒いような感じで。いや、お前だよ、お前。よくそんな盲目的に王様を信じてられんな、そんな。やめろやめろ、ダッシュで行け、ダッシュで走っていけ。
走ると一人って言ってほしいんだけどね、そこはそこは言ってくれよって感じなんだけど、いけ頑張れ頑張れ頑張れ、あとちょっとあとちょっと、いけるいける、お前だったらいける、頑張れ走れ、あお置いてきちゃった置いてきちゃった、あれやばい、やばくねえか別にあれ置いてきても、いやーあれ俺欲しいんだよ、オッケーオッケー、いった、なんかこう画質荒くね、画質荒いような感じですね、おいおい置いてきちゃったよ、マントマント、これ拾うぜ、拾って、あーあいつ逃がしてしまったみたいな、マジかよこれ、くそみたいな感じか、ね、悪魔の子め逃がしはせぬ、いや入ってくればいいじゃん、まあ入ってこれないと分かんの、そんな感覚的に、あここ入れないってことだって、えそんな知ってる有名なところなんですかね、ここあれないと入れないみたいな感じでちゃんと知ってるようなところなんですかね、ちょっとそれ知りたいな、オッケー来た、新しいとこ来た、いいね、なんとか助かった、てかもうアクション映画みたいになってるね、本当にアクション要素めっちゃ豊富になってるな、本当に今までアクションの要素あったんですかね、ちょっと多分なかったよね、しかし8の時そんなアクションの要素あってるの記憶ないの、9の時もそうだけど、9はまあそもそも DS だからね、だからあんまりそんなアクションの要素あってもそんなに盛り込めないと思うんだよね、確か9もそんな感じだったような気がするんだよね、汚名を着せられながらもグレイグ将軍の、追撃を振り切った勇者に贈られる称号、どんだけの限定的すぎる称号だろう、そんなのこいつしか、ま、ちょっとこいつしか必要ないじゃん、オッケーオッケー、ここでセーブしときましょう、セーブします、冒険に記録します、はい記録します、いいよ記録します、てるてんてて、あオレンジのスライムいるね、オレンジのスライムいますね、オッケー、ナイスナイス、確かに記録、あ冒険続けますよ、オッケー行きますよ、はい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 、あそこにいるね、てかエイトの格好にやっと戻った、やっとエイトの格好に戻ったよ、オッケーオッケー、いいね、エイトの格好に戻っていきましてからの、他はなんかブーメランね、ようやくブーメラン買える、ブーメランいいやつ買おう、よかったよかった、やっと買えるブーメラン、私が持つよ、私が持つよ、オッケーオッケー、一応このでも買っとく、買わなくていいか、でもあでも両手剣もいいんだよな、本当両手剣も欲しいけどな、本当のところ言えば、まあとりあえずいいかな、これでとりあえずこれでいいですね、はい行きましょう、なオッケーオッケー、いいかいいかよ、でそれでどこに行くんだ、世界冒険してその謎を解こう、あまあとりあえずなんかいろいろ行くのかな、ちょっとよくわかんないけど、まあちょっと先に進んでみましょう、あこのオレンジスライムと戦いたいよ、スライムベスか、あそっかそっか、なんでスライムベスってどういう意味なんだろう、ベスってどういう意味だろう、いやてか強っ強っ、食らわないわ、ダメージ、ダメージ食らわないパターンは強い、てかここでちょっとゾーンになっちゃうのもったいないからやめてくれよ、頼むから頼むから、ここでちょっとオッケーオッケー、いいよいいよ、こいつと戦いたいな、あの やつと鳥と戦いたいね、鳥ちょっと戦わせてよ、鳥襲ってこいって、なんでこういう時に襲ってこないの、オッケーこれでいきましょう、どんどんいきましょう、よしブーメランもいいブーメラン手に入れたからね、こっからちょっと楽しみでさ、また さらに先ね、どんどんがっつり先、いやめっちゃ移動早いな、てか敵が出てこないのがいいね、敵がどこにいるかって明らかに分かりやすい位置にあるからさ、それいいよな、めっちゃ、ホムラの里っていうところにとりあえず行ってみましょうか、なんかどこに行けばいいか分かんないような感じ、なんだこの敵今までいなかったでしょ、今までのドラクエで初めて見たやつ、ドラムゴート、ドラムゴートって初めての敵じゃね、きっと初めての敵だと思う、オッケーオッケー、2発で死んだわ、あてかまだあれだね、なんかちょっと待って待って待って、これがちょっと待って、システム設定で、バトル設定、普通のスピードでやりたいね、やっぱちょっとレベル上げの時は速いスピードでやってますけど、レベル上げじゃない場合はちょっとゆっくりめでやりたいと思います、オッケー、ここで行ってからの、はいはいこっち右かな、右行ってみるか、ちょっととりあえずこっち行こうか、あなんかシカちゃんがいる、シカちゃん結構リアルな、なんかすごいリアルな感じがするね、なんか現実世界とすごい直結してるような感じがするね、エイシの村の少年無口になる練習をしたこともあるが予想以上に難しく3日で諦めた、どんな設定だよ、オッケー新しいのとこ来てしまったね、どこだどこだ、ここなんていう名前だ、なんていう名前、ここホムラの里か、あ温泉もあんだ、温泉あるとこあったっけ、今までなんかドラクエってまあそんなやってるわけじゃないから今まであったっけっていう発言もおかしいんですけど、そもそもオッケー新しいとこに来ましたね、なかなかいいんじゃない、あーこういう火山のふもとのとこね、やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ、追っ手の姿は見えないようだが、これ旅の祠っての中なの、これ旅の祠の中なの、
オッケーオッケー。あ、なんかまた武器あんのかな。あ、あいつじゃん、あいつじゃん。こいつどこにもいいんだ、商人。おやおや、あれ、お兄さんたちは見たところ、あ、あいつじゃないんだ。旅の方のようですね。あいつじゃない、仲間じゃないの。つい先日、里の奥の方で虫風呂屋を。あ、あいつ仲間じゃないんだ。今でしたら、オッケーオッケー、入りますよ。無料で、いいよ。てかこの村の村人100人もいないでしょ。悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇はないんだ。そうだよ。客引きだったら他は当たりな。他は当たりな。そうそうそう。ダメですよ、お客さん。そうそうそう。どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと。え、そうなの？不審者に思われちゃいますよ。もう思われてるよ。きっと。何、うって。そんなすごい真に受けるタイプなんだ。確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先も。いきなり風呂入んの？入れるうちに入って。そうそう。でもお前ら髪綺麗だからね、言っとけ。せっかくのチャンスだから。そうそうそう。汗を流していこうぜ。そうだね。先に行ってるからな。オッケー、行きましょう。二、はい、人で行けよ、どうせな。なんか怪しい、怪しい感じの風呂屋だね。オッケーオッケー、行きましょう。いいよ。いやすごいいいね。千と千尋感があるとこだよ。千と千尋感があるところ来まして、はいはい、どこ行くの。え、旅人さんなんて珍しいな。ここはホムラの里と火山と共に生きる里だ。あんたと一緒に行ったワイコミの兄さんならオッケーオッケー。行きましょう。ここの先ね、先行きましょう。ここでまたね、防具とかも買っていきたいけど、どうなんだろう。まずはここでも、いろいろねやっていきたいと思いますよ。なになに、また新しい、これ仲間じゃね、きっと。この声はこの、あ、こいつ仲間になりそうな気がすんな。エディには優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。こういう特徴的な声は仲間になるパターンだな。あ、もうピーピーうるせえな。こいつはモブだね。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。でもモブっぽいキャラが仲間になったら嬉しいけどね。逆に、逆にさ、話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだけど。生意気な女の子ですね。ここはちっちゃいのに、本当ガキの来る場所じゃねえんだよ。そうだよ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。そんなことを言うんだ。わかったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど。そう、こんな石頭、ちゃんと賢いやつはダメだね。こういう子供に対して差別みたいな感じで子供を見くびるような大人になりたくないですね、私は。まあ、さっき見くびるような発言をしてしまったんですけどね。オッケーオッケー。なんか出会い、一目惚れしちゃうのこいつ。あれ、あんたは。ねえ、名前を聞いてもいいでしょ。なんかツンデレみたいな感じかこいつ。いいよ、来いよ、一人だよ、来いよ。なんだよ。なるほどね。なるほどね。オッケーオッケー、ありがとう。あなたとはもう少しお話ししたいけど。あ、こいつ妹、今はいなくなった妹いいのね。妹の方が心配。オッケーオッケー。里の中を探してからにするわ。はい、オッケーオッケー。妹、妹いいのね。妹ちゃんを探す旅かな。こ、私も探す感じかな。こんなところであんたに会えるなんて。え、知ってんの？運命ってわからないものね。なんだよこいつ、何かを誘ったの。こいつもしかしても実は100歳とかそういうパターンよくいるじゃないですか。こういうちっちゃい体して、え、実は100歳パターン、そういうのありますよね。すっげえ実は年取ってるパターンとかなかなかありますから。はいはい、こっち行きましょう。ここの中か。今回っていくんかなと思ったら、はいはい、こっちかな。こっちじゃないの、ここじゃないの、あ、ここじゃないの、こっちかな、さらに奥。あ、オッケーオッケー、こっちか、こっちか、こっちは。さらに奥行って、はい、いましたね。え、クエスト、クエスト受けんの。え、俺の息子の結婚祝いに最高級の金の指輪プラス1、ちょっと待った、ここじゃないのか。オッケーオッケー。不思議な家事を使えるっていうのか。え、金の指輪1以上作ってくれよ。報酬クロス、ちょっと待って待って、これじゃないのかな、これじゃないのか。別に報酬欲しいけどね、あれ。あ、ちょっとここじゃないの、ここじゃないのね。はい、でも行きましょう。ここじゃなくて、ちょっと欲しいけど、あのクロスブーメランってやつめっちゃ欲しいけど。あ、てか宝箱あんじゃん。宝箱あった、よっけー、ラッキー。金の鉱石ゲットしたぜ、やった。金の鉱石絶対使いそうな感じですけどね。てか別に、あ、まあ素材必要ないんか。結局お金で解決できたからね。素材だってさ、結局なんつうの、買えましたかね普通に。でどこ行けばいいの。ピンクのところ、ピンクのところ、ピンクのところに虫風呂に行こうっつってるけどさ、今虫風呂行ったじゃん。あ、今なんつったっけ、ちょっと待って待って待って、何時に行けばいいとか言ってたっけ。何時に行けばいいとか、昼だっけ、なんつったっけ。夜からね、夜から行くのね。てかあいつはどこ行ったんだ。で宿屋行こっか。じゃあ宿屋行って、それで、夜まで待ってね。夜になってから、ちゃんと来いよっていう感じかな。夜になってから、はいはい、夜はどこだい。こっちか。クエストもなんか引き受けて、普通は引き受けてやるみたいな感じなんかな本当は。本来だったら
だからそれでレベルが上がっていって、それでボス、あ、これ道具屋か、道具屋か、ここ、スライムピアスって何、あ、これいいね、守備力上がる、守備力は買っとくか、どうせならどうせなら買っときましょう、スライムピアス、こいつにつけましょう、装備して、はいはい、でこいつで、スライムピアス買っとこうかな、あ、でもとりあえずいっか、いっかいっか、とりあえずいいよ、とりあえずこれいっといて、まあどうせ、これどこ、あの休むとこどこって、あ、こっちか、こっちか、こっち降りて、それであっち側か、こっちかな、はいはい、ここからここだ、ここで休みましょう、ここで休んでいきましょうよ、はいはい、宿屋、愛と真の、あ、あ、お金、あ、お金預かれんだ、お金は別に預からなくていいよ、いいよいいよ、泊まる、オッケー、あ、見せた見せた、いや、休むだ休むだ、バカしたね、バカしたわ本当に、てれれれてて、じゃねえよ、休むだ休む、オッケーオッケー、夜になってるかな、なってないよね、さすがに、さすがに夜になってないよな、あ、夜になってないよね、やっぱり休むじゃないとダメだね、やっぱり休む、休みますよ、休むと、無駄にお金使っちゃったね、夜まで、オッケーオッケー、てか今時の風呂屋とか普通昼空いてるけどね、昼っていうか、まあ朝っていうか、まあ朝から空いてるよ、なんなら、オッケーオッケー、行きますよ、24時間営業のとこも結構あるんじゃないの、今だったら、はい、その蒸し風呂行きましたよ、蒸し風呂なんだ、普通の風呂じゃなくて蒸し風呂っていう感じなんですね、まあとりあえずこっち行って風呂に入りますよ、こっち入ってそれでイベント始まるかな、オッケー、ここのまっすぐ行ってからの、オッケー、自分の若い頃思い出すわ、初めて会う人、見る場所、触れる文化、旅は驚きに満ち合う人だと、一緒に大事にする、え、ちょっと待って待って、ここじゃないの、ちゃうの、ちゃうんかい、ここでいいのかな、ここで入るの、どこで入んの、おいどこで入るんだよ、わかんねんだよ、教えろや、どこで入るんだよ、わかんねんだよ、こっちじゃないか、え、こっちじゃないの、ここじゃないの、風呂屋風呂屋ここじゃねえんかよ、夜になってくるっていうパターンじゃないの、ちょっと待ってちょっと待って、こっちか、こっち、虫風呂に入会、それならこの階段を登ってまっすぐ、まっすぐ、あ、こっちか、こっちなの、こっちの建物ってそういうことね、そういうことか、虫風呂、あ、別に夜にしなくてよかったんかな、ここかな、オッケーオッケー、虫風呂をお話ししたところです、オッケーオッケー、あ、そういうことが、別に夜にしなくてよかったんだ、バカしたな、本当に無駄な時間を、やってしまったね、入り口がございます、ごゆっくりくつろぎくださいということで、はい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 、こっちはこっちかな、こっち行こっか、行きましょう、こっち行って行きますよ、はい、入っていく入っていく、これいろいろあってすごいね、こんな和風のとこ今までなかったよな、なんかドラクエはやっぱ和風じゃなくて洋風な感じですかね、遅かったな、ここの虫風呂は、あ、裸で入らないんですね、やっぱりやっぱ自動ポルノ的なことを気にしてんのかな、やっぱりそういうの、客は俺たちしかいないらしい、ほんと貸し切りじゃん、せっかく貸し切り状態なんだから、うんうん、一息ついていこうぜ、一息ついていきますよ、いいよ、お前好きだよ、俺は、うん、俺たちこれからどうするか、そうそうそう、やることがないよね、来るのも時間の問題、そう、時間の問題だよ、完全なる、うん、ところでお前少しはこの里を見て回ったんだろ、何か気がついたことでもあったか、ないない、いいえ、なんだよその顔、その顔、さてはいいから教える、妹を探している女の子、なあ、結局進んじゃうんだ、ああ、その子なら俺も見たぜ、酒場で聞こえなんて待ってる、すごいよそんなの、酒場っていうのね、わざわざ、あ、こいついいのか、妹いいのか、全く出来の悪い妹を持つと兄ちゃんや姉ちゃんは、こいついるんだ、なんで匂わせんの、匂わせるなって、なに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 、怖いんだけど、なんか喋ったか、え、ボス戦、はい、はいにしよっか、え、何、怖いんだけど、怖いんだけど、結局す、え、だはいでも進むんかいっていうか、はいでも進むの、はいでも進むっていかついよな、本当に、こいつはもしかして幽霊てか普通に進んじゃうんだ、別にはいってお前突っ込めや、せめて突っ込めやと思うけど、どこに行っちゃったのよ、あ、こいつ妹か、もしかして、あの妹もしかして、でも全然見た目違うから、違うか、さすがに、なんだ驚かせやがって、お前こんなところで何やってんだ、すごいとこ来たね、私宿屋で待ってたのに、いかついな、この女の子、お風呂に行くって高
たまま、もうずっと帰ってこないの。誰がだよ。どういうこと、どういうこと。すげえとこに取り残されてんな。迷子、ここで迷子になるいかついけどね。サウナで迷子になるっていかついな。酒場の前にいた女の子が探していた。でも全然似てないけどね。妹なのこいつ。この子なんじゃないか。こいつ妹なの。心細かっただろう。かわいそうに。俺たちね。俺たちで何とかしてやろうぜ。オッケー、行きましょう。じゃあ。なあちびちゃん。お前の名前なんて言うんだ。オッケー、行きましょうか。ルコ。私ルコって言う。いいね。いいね。はいはいはい。よしルコ。お前の家族に合わせてやるから、うん、俺たちについてついてこい、ついてこい。いいよ、こいつ優しいな、ほんとね。こいつ意外とフレンドリーな感じなのね。クールな感じかと思ったら。カミュね。カミュっていう名前がいいよな、マジ。カミュってよくつけたよな、名前。オッケー、行きましょう。じゃあ今回はね、これで終わりにしたいかなって思います。またね、この続きはね、次回ね、やっていこうかなって思っております。まあ今回は最後までね、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。じゃあこれで終わりにします。バイビー。Just-